はい、ハウタ有明野 のお稽古をしましょう。有明と言いましても有明安堵のことを指しますので、主に吉原なんかでよく使われますけども、この有明の安堵にこう菜種の油をこう刺してというようなね、雰囲気のある、吉原ならではの、ハウタでございます。ではやってみましょう。はい、まず三味線ですが、頭は冒頭にこういうふうな感じですね。まずバチの方を見てみましょう。バチの方はしっかりと上を上げて、よーいで上げます。よーいで上げて、そうですね。バチを当てる場所、ハウタの場所っていうのが今日若干こう決まってますけども、こういった1センチぐらいのところで当てていくというところと、つけるバチをちゃんとつけるという言い方ですね。そういったようなところも、しっかりと覚えていきましょう。それから、左手ですね。左手はこのように、先に内指として6の間のところを打ってあげます。まあ三味線の運指で言いますと、先に余韻を聞かせてから、余韻を聞かせてからこう三味線の音を出すと、こういったのも、一つの三味線の技巧の一つ。この音、ある音から次の音に結びつけるためにどういった工夫をしていくかっていうのも、たくさん技巧がありますので少しずつ覚えていきましょう。それでは、まず三味線を覚えた次に、歌と一緒にやってみましょう。ありあけの、このように繋がってきますね。三味線の呼びかけに対して歌が答えていくというようなことですけれども、三味線がこう渡してきます。さっきの打ち合わせでこう渡してくるとありという感じですね。しっかりと息を先に吸っておいて、あーっていうふうに強く出さないで優しく出るようにしましょう。ありあけの、最後のゆり止めって言いますけども、のこれは普通の止めですね。のっていうような感じでこう一回こうくるっとこう回して、止めていく、ゆり止めというのを使っていり、ありあけありあけあと、あのりのいの文字の母音からあにつながるときに嫌になってしまいます。ありあけになってしまいますので、ありあけというふうにちゃんと発音できるように、ありあけの、このようにゆり止めとうまくこう三味線とのバトンタッチをですね、順番で覚えていきながら、弾き歌い難しいですけども、こういった基本的な歯歌もございますので、お稽古で励んでいただければと思います。